まもなく記念式典が始まります。はい、はい、式典に先立ち監視部隊が入場します。関越部隊入場。
隊長入場。舞台気をつけ、関越舞台を紹介します。関越舞台は左から小郡駐屯地音楽隊、第5施設団本部突起隊、第2施設群、第9施設群、第103施設機材隊、第303水災障害中隊、第305ダンプ車両中隊、第103施設直接支援大隊、小郡駐屯地業務隊、第361会計隊です。以上で紹介を終わります。舞台整列役年、はい、はい、関越舞台指揮官臨場。舞台気をつけ、本日の関越舞台指揮官は島根県出身第9施設群長持田正樹一等陸佐です。
配られないのがリクです。あ、二人も来たっすよ。最高です。そこから狙うのか。関越間臨場、舞台気をつけ。よっけー。本日の関越間は大分県出身、第五施設団長兼ねて小郡駐屯地司令、三井秀明陸将補です。において尊い命を亡くされた方々のご冥福をお祈りし、哀悼の意を表し黙祷を捧げたいと存じます。ご臨席の皆様はご起立をお願いします。黙祷。ただいまから小郡駐屯地創設70周年第五施設団総隊62周年記念行事を挙行いたします。関越間登壇。関越間に栄誉礼。高橋です。入場。舞台は伏せ編。伏せ編。グラウンド西側から国旗が入場します。ご来場の皆様はご起立の上、国旗に携帯をお願いいたします。
国歌独唱は第9作連に所属します。小郡駐屯地音楽隊浜月遥担当陸曹です。国旗に対し敬礼。おたけさん舞台はこれけん。これけん。ご来場の皆様はご着席ください。ご案内いたします。Thank you.
関越間登壇関越間築地津波敬礼せいらちゃんせー本日ここに合理市自衛隊協力会会長梶陽光様地域自治体の皆様をはじめ歴代団長のほか多数のご来賓の皆様のご臨席を賜り合理駐屯地創設70周年および第5節団総隊62周年記念式典を直行できますことは我々隊員一同この上ない喜びであり全ての隊員を代表して心より感謝申し上げます。記事に先立ち、今年1月の能登半島地震により犠牲となられた方々、並びに昨年4月、宮古島における UH-60 ヘリコプター墜落事故により犠牲となった10名の隊員に対し、心からご冥福をお祈りします。自衛隊員は全て同じ国防を志す仲間です。仲間を失った悲しみをすぐに拭い去ることはできません。彼らと共に目指した防衛警備の任務を果たすべく我々は引き続き前進し続けていく所存です。小堀駐屯地は昭和28年鹿児島県鹿屋市から独立第535施設大隊が当地に移住し昨年12月10日に70年の節目を迎えることができました。以来70年の間、地域の皆様のご理解とご協力、そして歴代駐屯司令をはじめとする諸先輩方のご尽力により、本地域の国民の生命と財産を守り通してきました。しかしながら、この間、中国、北朝鮮、ロシアによる活動の活発化等、我が国周辺の情勢は悪化の一途をたどり、南海トラフ巨大地震等の自然災害の脅威も高まって、現在、我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しく、かつ複雑な状況となっております。このような厳しい安全保障環境に対応するため、令和4年12月に策定された国家安全保障戦略といわゆる安保3文書の中で、我が国の防衛力を抜本的に強化することが明記されました。今後、陸海空自衛隊の能力を飛躍的に向上するのみならず、国家全体としての防衛体制も強化されることを認識しています。我が第5節団が所属する西部方面隊はまさに国防の最前線であり、陸上自衛隊の中でもこの抜本的強化が最も進んでおり、その西部方面隊の施設力の骨幹たる第5節団であることを強く自覚しております。このため、現在我々は圧倒的な危機感のもと、各種訓練を積み重ねることにより抑止力を高め、さらには災害派遣等の任務を着実に遂行することにより、地域の皆様の安心・安全の確保に努めているところであり、我が国が戦後、今後とも、大堀駐屯地第5節団隊員一同国防の任務に邁進してまいります。さて、隊員所管、これまで申し述べた通り、今我々が置かれている関係は大変厳しいものがあり、来年度の大堀駐屯地第5節団が果たさなければならない任務は厳しく、そして各種訓練は激しいものとなるであろう。みんなには大変な苦労を強いると自覚しているが、一切妥協は許されない。各指揮官は引き続き情勢認識に基づき、我々は勝ち続けなければならないという使命を全うするといった崇高な使命を改めて胸に刻んでもらいたい。そして協力団体、地域の方々との連携を確保なものとし、隊員一人一人が駐屯地であるとの自負を持ち、地域を愛し、地域に愛され、地域と共にある駐屯地を実践して、日本一信頼される小郡駐屯地第5節団を目指し、日々精進しよう。最後になりますが、ご対応中にもかかわらず、ご臨席を賜りましたご来賓の皆様をはじめ、ご来場の皆様に重ねて御礼申し上げます。これまでの感謝と、これからも小堀駐屯地および第5節団に対しまして、
一層のご理解、ご協力、ご指導を賜りますよう、お願い申し上げ、式辞といたします。令和6年3月17日、第五世団地を兼ねて、小堀城の地で、陸将を見ていただき。舞台、気をつけ。よっしゃー、せーい、記者のみ、敬礼。関越間降壇、本日ご臨席を賜りましたご来賓の方からご祝辞を賜りたいと存じます。はじめに小郡市自衛隊協力会会長小郡市長梶良光様、お願いいたします。記者のみ敬礼。休んでください。整列です。本日ここに小郡駐屯地創設70周年、そして第7施設団総隊62周年という年を迎えられ、盛大に記念式典が挙行されますことを、各首長が列席されております西2長、そして地元小郡市を代表してお祝いを申し上げます。自衛隊の果たす役割は、中国の尖閣諸島、台湾周辺における活動の活発化、北朝鮮の核兵器並びに弾道ミサイル関連技術の著しい進展、ロシアによるウクライナ侵略等、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境の中での国防の任はもとより、国連三角パートナーシッププログラムなどの国際平和協力活動により地域の安定を積極的、能動的に創出され、国民の信頼と期待はますます強くなっています。また元日の能登半島地震など、近年頻発化、激甚化する自然災害での懸命なる自衛隊員による救助・復旧活動は被災者の何よりの力となり、被災者の心の支えとなっています。一方、地元小郡市におきましては、去年12月10日小郡駐屯地創設70周年を迎え、記念行事テーマ地域と共に守る未来70年の思いを込めてとありますように、駐屯地の行事が小郡市を代表する行事となるとともに、小郡市の行事においては隊員の皆さんが積極的にボランティアとして支えていただき、強い絆が出来上がっています。さらには小郡駐屯地創設70周年事業として、小郡駐屯地シンボルマーク制作に伴う公募による市民の参加、また小郡駐屯地広報資料館であります小郡公平ミュージアム名盤の揮毫を地元福岡県立三井高等学校書道部に託されるなど、より一層の地域との強い結びつきを感じているところです。70年前に大変な誘致合戦の中を小郡の先人たちが奮闘し、駐屯地をこの地に招き入れたことを今改めて心から感謝するばかりであります。小郡駐屯地の素晴らしい歴史と伝統が三井市をはじめ隊員の皆様によりさらに磨かれ発展されますこと、皆様の変わらぬご健勝ご多幸を記念申し上げ、お祝いの言葉といたします。2024年3月17日小郡市自衛隊協力会会長小郡市長梶良光。舞台気をつけ。よっけー、記者のみ敬礼。梶良光様、ありがとうございました。 FA 上足とかそんなんすね。これ撮りたくなるっすよ。舞台整列やつめ整列やつめ200とかあったら余裕でいい感じっすよ。はい、それ撮りたくなるっすよ。ただいまご祝辞をいただきました方の他に、本日ご臨席を賜りましたご来賓の皆様をご紹介いたします。ご褒名を申し上げますのでご起立をお願いいたします。会場よりご紹介いたします。小郡市自衛隊協力会顧問、福岡県議会議員
横尾正成様。ウィザーズ見てたらしょっちゅう箱って書いてあるんですか。高津島とか三笠って使ってる、ちょっと行ってる。続きまして第五支局団が担任する災害体育市町村長を紹介いたします。大型トラックって言う前はなんか市橋市長高木則夫様。統合演習三笠が別府校三笠って書いてあって、熊本とかあったんですよ。朝倉市長林雄二様。これもあれもしかしたらと思って別府に行ってた時に三笠が急に大分校で火事切って、お嘘だろうと思って非常代理長行ったんですよ。長田頭田頭様出て行ってたんですよ。大分寄って、いやもしかしたらまた出て行くかもしれんと思って非常代理待ってたけど、しっかりもう南行って入った後に非常代で19普通科柏原井町町長中山淑子様。いやあれは透かしましたね、見事に教育もあれで久しぶりに透かしたから。舞台を見て関越大の右伝統を紹介いたします。参議院議員松山雅治様代理、酒井正夫様。いやマジっすね。参議院秋野幸三様代理、前田博様。先から手前の入っていく誘導路から入っていく、そこもいいっすよ。参議院議員大家聡様代理、柴田康雄様。燃費の飛行とかあれは衆議院議員藤丸聡様代理、松尾明弘様。今年もちょっと家から見れるか。衆議院議員片山二郎様代理、江崎隆臣様。タイミングで4機が飛行始めやって 3機上げて、えらい南に行ったから、あこれが正義の。参議院議員下野六太様代理、清川光隆様。参議院議員古賀幹人様代理、西田久美様。舞台を見て関越大の左伝統を紹介いたします。第20代第5室団長田辺一郎様。第22代第5室団長赤松正文様。もう一発目帰宅ますよ。帰宅は4月14日。第23代第5室団長富井実様。電気術が置いてくれるでしょう。第25代第5室団長秋葉瑞穂様。ケースケースいや中古で100万。その他ご紹介させていただいた皆様の他に、福岡県体育会、福岡県自衛隊家族会、川北地区防衛協会青年会をはじめ協力団体等多数のご来賓の方々にご臨席をいただいております。続きまして、本日、小郡駐屯地と地域社会との一体化に寄与されたご功績により、駐屯地司令から感謝状を贈呈した方々をご紹介いたします。ナンバーを隠して。ご褒名を申し上げますので、ご起立をお願いいたします。社交できたんです。小郡市自衛隊協力会副会長、森克則様。時和議会全体支部支部長田代努様。2年前退職されたずっと外周だけ言ってグーグル回ってる。小郡環境クラブ会長中村陽子様。社交が多いですね。最終福岡県最優会小郡副会小郡支部事務局長長崎弘則様。13連隊とか
太鼓の話か。温泉スタッフ駐屯地利用部選手平川信之様。以上の方々に同点しております。なお本日ご臨席いただいておりませんが、川北区防衛協会青年会幹事宮野隆様、被災隊 OB 会消費会幹事林純一様、以上の方々にも贈呈しております。以上で感謝状受賞者のご紹介を終わります。続きまして祝電をご披露します。小郡駐屯地創設70周年及び第5施設団総隊62周年記念行事のご盛会を心よりお喜び申し上げますとともに、小郡駐屯地及び第5施設団が輝かしい歴史と伝統のもとますます発展されますことを記念いたします。陸上自衛隊西部方面総監陸将山根俊一様、なんかもう寮に入りちゅうが同様の趣旨で多数の祝電をいただいておりますので、祝電をお寄せいただいた方々のご報名のみご紹介いたします。参議院議員松山正治様、参議院議員佐藤正久様、参議院議員秋野幸三様、参議院議員大家聡様、衆議院議員藤丸聡様、衆議院議員片山二郎様、それこそ相当ブロックなんかに参議院議員下野六太様、その位置取れんそうでこれ何じゃこりゃと思って、衆議院議員泉健太様、ツイッター載せたらみんな何じゃこりゃ、参議院議員野田文義様、参議院議員参議院議員あと菊池さんとかもなんか言わしてました、ね、301やっぱ、ね、小賀広之様、あれのなんか高速各球団のつなぎなんで、衆議院議員堤花芽様、お前変わらば、この他協力所団体および協力企業の皆様、方面館内各駐屯地で部隊長のほか多数の方々からいただいております。なおいただいた祝電につきましては祝賀会食場入り口に掲示しておりますので、どうぞご覧ください。舞台一挙して OK! 装備品は多分ちょっと豪華なんで、関越更新準備、関越更新の対象です。大台みたいな、だけの訓練練習とか全然見てられないですけど、部隊長退場、レギスタートのところで取らせてもらってみんな叩き上げやった。各部隊は関越更新のため更新再通知を移動します。ご来場の皆様にお願いいたします。関越更新は続きグラウンドにおいて10時25分から行います。訂正します。関越更新は引き続きグラウンドにおいて10時20分から行います。関越更新では皆様のすぐ前を大型の車両が通行します。大変危険です。ロープで表示しておりますのでグラウンドへ立ち入らないようお願いいたします。また移動される場合は安全係交通等船員の指示に従っていただきますよう
重ねてお願いいたします。特に小さいお子様には十分にご注意願います。場所取りがもう FH は被るが目の前に開始更新は引き続きグラウンドにおいて10時25分から行います。